こちらのパーティードレスに着替えていきたいと思います。そして今つけている下着も紹介していくので、よかったら見ていってください。では先に下着紹介していきます。今日の下着はこんな感じです。ピンクの下着なんですけど、ここ紫の刺繍になっているのがとても可愛くないですか？はい、こんな感じです。では上も紹介していきます。上はこんな感じです。下とお揃いのデザインなんですけど、上もね、こうたくさん刺繍があしらわれていて、とても可愛らしいデザインです。ピンクの色合いも可愛いですよね。ではパーティードレスに着替えていきたいと思います。今日はこんな感じでパーティードレスに着替えてみました。どうでしたか？よかったらコメント欄で教えてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ゆいの秘密の動画がコメント欄から見れるので、よかったらそちらも覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。